はい、それでは再開いたします、えー、さて今度はですね10ページの丸の一番適用事業、えー、の内容ということになりますで、まあ、適用事業に関して言うと、まあ、これまでも、えー、ご紹介させていただきましたが、まあ、労災雇用と健康保険厚生年金労働と社会保険で、まあ、違ってくるってことですねで、まあ、基本的考え方は、えー、労働に関して言うと、まあ、強制適用の範囲が広い で社会保険は、まあ、逆に狭いというです、ねえー、違いがあるということになります。で、まあ、その違いっていうのはこの労働保険っていうのは受け皿がないわけですね労災雇用には制度の受け皿がないので、まあ、できるだけこの強制適用の網を広げるとで一方でこれ社会保険は、まあ、憲法は厚生年金に入らなくても、まあ、国保や国民年金が、えー、あるので、まあ、そんなに広げなくてもいいということで網は狭いっていうですねまね、あ。 っていうのはまあ基本的な考え方になってるってことは見ておいてください。で、まあ、それでいうと、労働保険に関して言うと、基本的に強制適用で、で例外的に任意適用になるのは、えー、個人経営で5人未満で農林水産業の場合ですね。まあ、この場合、任意適用。 さらにその中でも労災保険に関して言えば、危険な業、えー、危険な作業に関しては、それでも強制適用になったりっていう、えー、ことで、まあ、強制適用の範囲を広げているということですね。一方でまあ社会保険ですが、まあ、社会保険はまずまあ法人は強制適用なんですが、まあ、個人経営に関して言うと、えー、これはまあむしろ任意適用の方が原則になるということですね。えー、個人経営で強制適用になるのは、えー、法定16業種でかつ常時5人以上だけですね。それ以外は任意適用ということになります。 えまつまり、えー、このいわゆる非適用業種に関して言うと、えー、個人系は人数かかわらず任意適用になると、えー、いうことになるわけですね。で、非適用業種にえ関して言うと、まあ、農林水産業と、あとまあ個人客向けのサービス業ですね。えー、まあ、クーネル遊ぶ、おしゃれするっていうことでまあご紹介しましたが、まあ、そんな感じです。あと、まあ、法務業ですね。 今度の試験じゃなくて、今度の次の試験においてはです、ね、この法務業が法定16業種に含まれる、えー、まあ17業種になるです、ねまあ、予定になっておりますので、まあ、改正直前の内容ということになりますから、注意まあ、ちょっと注意しておいていただいていいかなというところになります。まあ、これはまあ強制適用の話でございますね、強制適用か任意適用かって話になります。 でまあ、さらにです、ねまあ、任意適用の場合の,その手続き、入る手続きとやる手続きに関して見た場合、まあ、これもあの、まあ、労働とまあ社会保険で書いてますが、えー、こちらですね、えー、まずまあ任意加入の申請ですね、と、えー、いうことで書い,た、えー、書いておりますで。労災保険以外に関して言うと、まあ、雇用とか社会保険に関して言うと、まあ、従業員の二分の一以上の同意が必要なわけですね。あのまあ その労働者の保険料負担も発生するので、まあ、それでもいいという意味での同意が必要ということになります。で一方で、えー、労災保険に関して言うと、えー、労働者負担がないので、えー、労働者の同意はいらないということです、ね、になりますで。事業主に加入するつもりがなくても、まあ、従業員が、えー、その加入してくれと、えー、希望した場合の申請義務が生じるかということなんですが、これは労働では発生して、社会保険では発生しないと。まあ、これはまあさっき見た えー、労働科目は受け皿がないので、労働者が入ってくれって言われたら入らなきゃいけないと。で社会保険は受け皿があるので、えー、そっちに入ってねっていうふうに言えると、まあ、いうことになります。で労働科目では、えー、労働では労災保険は過半数が希望した場合、雇用は2分の1は希望した場合と、えー、いうことです、ねえー、になります。でまあ、労災保険でまあ過半数を使っているのは、まあ、元が労働基準法だからですね。えー、まあそれで、まあ 労働基準法で労働者の意思を確認するときはその過半数代表の意見を聞くとかですねその過半数が基準になるんで労災でもこれ過半数を使ってるということになりますで一方でまあ辞める場合なんですが辞める場合の要件としては雇用と社会保険は4分の3以上の同意ですねで一方で労災保険に関して言うとこれ過半数の同意ですねでこれもやっぱり過半数 ってことこになります労働基準法が前提だからということですね。あとはまあ保険関係成立後1年経過している、まあ、最低1年は保険料払っているというのが条件ということになります。その保険料のもらい逃げ加入直後に事故があって給付だけもらってすぐ辞めちゃうみたいなことをです、ね、させないためということになりますで。雇用保険はそういうルールがない。 えー、わけですねで雇用権の場合は加入して失業しても給付出ないですからね、えー、その費用券借款1年以上ないと12か月以上ないとですね給付は出ないので、まあ、もらえる人間もともと生じないですから、えー、この1年以上要件っていうのは、えー、ないっていうです、ねえー、ことになります。で辞める場合は従業員が「ぜひ辞めてくれ」っていう言ってもその申請義務はまあ生じないでも当たり前な話ですね、まあ、そんなところも比較していただけばいいかなというところになります。 えー、そして12ページの資格の3番、任意加入被保険者の、えーまあ、資格喪失、えー、なんですけども、えー、こちらまずあの申し出による創出ということで、えー、見た場合、えー、ですね、まあ、ちょっとオーダーまとめに書いてない部分もです、ね、ちょっとまとめて、えー、整理しているわけなんですが、まあ、その任意で加入できる、まあ、強制じゃないよと、任意で加入できるものの、えー、制度に関してのこの申し出による創出というです、ねまあ、視点で、えー、まとめております。えー おりま,すであの、まあ、まずこの、まあ、2位ですから2位で加入するわけですねで普通は2位で辞められるじゃないですか2位で辞められるでも例外的に加入は2位なんですけども入ったら最後辞められないっていうですねあの2位で辞められないっていう制度が2つあるわけなんですよでそれがまず、まあ、今回改正で追加された特例による高齢、えー、高年齢被保険者ですねあの雇用保険の に関して言うと、申し出による創出はこれ、認められていないというです、ね、取り扱いということに,に、えー、なります。で、2位でやめて給付もらったらおかしいじゃないですか、この雇用保険の性質上、えー、ですね。と、えー、いうことで、えーまあ、2位だったりはできないよということですね。あとは、国民年金基金の加入になった場合、これやっぱり申し出による創出はこれ、認められないということになったら、まあ、一度入ったら最後ということですね、まあ、基本的には。 いうことになりますで従来はあの健康圏の任意継続要件者も、まあ、一度入ったら任意では辞められない、まあ、2年待つしかなかったんですが、まあ、今回改正で任意で辞められるようになったと、えー、その1年例えば1年経ったとこで辞めるとかっていうのも、まあ、できるようになったっていうことです、ねえー、になります、まあ、申し出が受理された日納得数月の末月、ま、が到来した日の翌日ということになりますということで、まあ、現状はその申し出によって、えー えー、加入するで申し出によって、まあ、辞めるっていうのはまあ基本的にできるわけですけども申し出によって加入するんですけれども申し出によって辞めることができないのは2種類、えー、ですね特例による高齢任意と、えー、国民年金の加入員だということへまあ押さえてもらえればいいかなというですね、えー、とこになりますであとですね、まあ、任意加入に関して言うとですね滞納による喪失っていうのがです、ね、あ,のあります、えー、保険料 ししてしまった場合の喪失ですねでこれもまあ微妙に時期と自由が、えー、ずれてるっていうことに、えー、なるわけなんですが、えー、まずまあこちらですね、えー、任意継続表権者健康経の任意継続要件者に関して言うと、えー、その納期限までに納付しないとその翌日に資格を失うというですね、まあ、取り扱いっていうことに、えー、なっております。<laughs> だその督促状とかを出さないっていうことですね。 えー、そ徒特測状とかまあ出して待ってる間に、えー、その保険証を持って保険診療を受けられちゃうみたいなことになっちゃうと困りますんで滞、えー、納したらもうすぐ資格を失わせるということですね。 で国民年金の国内在住の任意加入費保険者は、まあ、これは普通に督促状が出されてでその指定期限に納付しないとその翌日になります。で国外居住の場合においては督促状が出せないので、えー、2年滞納して2年経過した場合ですね保険料徴収権が自己消滅してもう回収できなくなったという場合はその翌日に送付するということになります。 えー、そして、厚生年金の適用事業所に使用される高齢に加入要件権者、まあ、事業主の同意がないという場合ですね、まあ、これも保険料を滞納して督促状を出されて、でその指定期務に納付しないという場合、資格を失うわけなんですが、この場合はその翌日じゃなくて、遡って、えー、納期限が属する月の前月の末日ということになります。それがまあ大田まとめの資格、ねまあの3番、えー、のまあセンターのラインですね、の一番下に書いて。 えとですね、納期限の属する月のこの前月の末椅子に創出します。まあ例えばこれ3月分の保険料、えー、滞納したという場合ですね。で3月分の保険料の納期限はこれ4月の30日になります。だこの4月が納期限の属する月ですね。でその前月の末日子っていうのは、えー、この3月の31日っていうですね。えーことにえー なりますでまあそこでまあ資格を失うよっていうことですね。でこの3月の31日にしてる、えー、まあ理由なんですが、まあ、言ってみればですね、まあ、3月の保険料を滞納してるので、あのー、この3月の保険料の納付義務が発生する直前が創出日ってこと、えー、なんですよ。えー、その保険料基本的に翌月納付っていうことになりますからその月を経過した時3月分であれば3月を経過した時に3月分の保険料。 の納付義務が発生してで4月中に払ってくださいねと3月分を4月中に払ってくださいねってことになるわけなんですね。ということで言うとその3月の保険料納付義務が発生するのは3月を経過する際っていうことになりますからその直前の3月31日にこれ資格を失うというです、ねまあ、取り扱いっていうことになります。 でまあ、結果3月31日がまあ資格創出日になるので費用券借金の計算はその前月までですからちゃんと保険料を払った2月までが費用券借金になって、まあ、それが報酬比例の年金額に反映されるというです、ねまあ、取り扱いになるということになるってところで見ておいてくださいえ。では国民年金は何でそうじゃないんだということになるわけですけども国民年金の場合はあの この被保険借款で年金額計算するわけじゃないですね、任意加入の場合。被保険借款のうち保険料納付済み期間保険料払った期間でこれ計算するってことになるわけですから、別に督促指定期限の浴室に資格を失わせても問題なわけですよ。年金額に反映されるのは保険料払った月までってことになるわけですからね。被保険借款が計算の基礎じゃなくて、被保険借款のうちの納付済み期間が基礎になるので、 そこでまあ結論の違いがずれてくるということで考えていただければ結構です。まあ、これが任意加入費用権者の創出ということで見ておいてください。そして13ページの丸の三は適用除外に関してなんですけども、まあ、こちらはです、ねまあ、健康保険厚生年金のほか、まあ、雇用保険も混ぜて書いていますと、まあ、日雇いの場合で期間雇用2か月以内の場合で季節的雇用4か月以内の場合ということで書いています。 でそれぞれぞ労働基準法の解雇予告、えー、で単行予特例保険者です、ね、でとま健康保険厚生年期の被保険者ということでそれぞれ書いておりますでまずは日雇,いの方に関し日雇いの場合に関して言うと、えー、解雇予告です、ねえー、日々雇用されるものは除外ですけども1ヶ月超えたらその時から予告が必要になります。 えー、そして健康保険、厚生年期の被保険者、えー、日々雇用の場合は除外ですが、1ヶ月超えたらその時から、えー、被保険者に切り替わる、えー、わけですねで。次、期間雇用2ヶ月以内の、えー、場合ですが、この場合は、解雇予告は所定の期間超えたらその時から必要になる。被保険者に関して言うと、所定の期間超えたらその時から被保険者に切り替わると、えー、いうことで、共通です。解雇予告と、えー、社会保険の被保険者、共通の考え方に、えー、なっています。 で結論がば,れてばらけてくるのがこの季節的雇用なんですね4か月内のでこの場合解雇予告は所定の期間を超えたらそれで OK ということで、まあ、普通の期間雇用と同じな,同じなわけですよで短期雇用特例被保険者、まあ、季節的ということでか短期雇用特例被保険者の話が、えー、登場、えー、しましたで短期雇用特例被保険者になるためには、えー、この雇用期間4か月を超えるっていうのは条件になるので4か月以内の場合は えー、なれないわけですねただ当社は4ヶ月でも所定の期間を超えたのはその時から単行特例被保険者になるという話があります。ただその所定の期間を超えるだけではだめでプラス、えー、その通算4ヶ月を超えるですねその更新前と更新後で通算4ヶ月を超えるっていうのが、まあ、条件になるということになります。ただその回顧予告に比べると条件はちょっと厳しくなるわけですね。で社会保保険険の被保険者に関して言うと えー、この季節的のものがですね、雇用のものが被保険者になるのは、当初から4ヶ月を超える場合に当初からなるっていうことで、途中から4ヶ月超えたから被保険者に切り替わるっていうパターンはない、えー、ってことなんですね。から当,初から当初4ヶ月台の場合はならないわけですよ。途中から被保険者ならない。えー、途中で4ヶ月を超えたとしてもならないっていうです、ねえー、ことになります。 ってことここで、この季節性雇用に関して、まあ、結論がばらけるんですが、まあ、うまくばらけてくれてるんですよね。あのその勉強順に、改雇用告、短期雇用特例で健康保険、厚生年金の費用険者順に、まあ、徐々に条件厳しくなると、えー、所定の期間を超えたら OK で所定の期間を超えてかつ4ヶ月超えると OK。で 途中から切り替わることはないっていうですね、まあ、そのように結論がばらけるのでそのばらける性質をうまく利用して抑えるっていうですねえー、ことでやってもらえればいいかなというところですあとまあ健康保険厚生年金の違いでいうと、まあ、厚生年金に関しては繊維の方はですねこの雇用期間短いから除外って話がもともとなくって、えー、この当初から常に被保険者になるよっていうですねえー、ことになります、まあ、繊維の方は、えー、契約の方が有契約の方が多い、えー、海の男は1箇所に縛られないっていうですね話に えー、なっておりますので、まあ、雇用期間は短いっていう理由で除外するってことはしないよっていうですね、えー、ことになっております。まあ、以上、えー、適用事業者と非応援者ということになります。